類としてはきれいめだよな。きっと普通にモテてそこそこイケメンでハイスペの彼氏がいるんだろうな。あ、段落で区切ると間違いないよ。はい。ルッキズムは良くないとか言うけど、基本イケメンは美人を選ぶし、美人はイケメンを選ぶ。だから私みたいなブスは選ばれないと思ってた。でも手軽なアプリを始めてみたら、まあその後が続かないんだけどね。え？あ、いえ、何でもないです。